今週も土曜日4時10分がやってまいりました。なんかちょっと発音があなたの日々のイライラをすっきりリラックスさせてもらう20分間。それではいきましょう。魂のリラックス、略してたまりな、インハワイ。ということで、あっという間に、はい、6月も、うん、もう終わりです。終わりですか。1、8、15、22、29です。お6月最終もまだ、はい、私たちの放送はハワイでおります。はい、とっくにご本人たちは帰ってきますよね。そうですね、そうなんです。ということで、皆さんももうね、だいぶ慣れてしまったと思うんですけど、はい、私たちはまだまだ、はい、ハワイにこの時にはおりましたですね、ここからまたタマリラをお届けしようと思うんですが、先週聞いていただいた方は記憶に新しいと思いますけれども、はい、実はこのハワイでいろんな出会いやシンクロがあってですね、はい、タマリラもこれからもっといろんな人に聞いてもらいたいというところのきっかけとして、はい、大村さんがパッと YouTube を見ながらひらめきまして、はい、いろんな曲の中に自然と織り込まれている、うん、スピリチュアル的なことだったり、ちょっと皆さんをこうリラックス元気にするようなものを私たちなりに解説してご紹介していこうという、そういうコーナーをですねやってみようじゃないかというと、で先週はヨーミンさんではなくユーミンさん、マストエレさんことユーミンさんの優しさに包まれたなら、そうですという曲が、はい、もうもろ、ね、そういう感じではないかということでご紹介させていただきましたけれども、はい、今週もちょっとそんな企画をですね、このハワイの海と空に免じてちょっとチャレンジさせていただこうか、はい、これのテレビ番組なんかもそうなんですけど、最初の企画でバーッと走り出して、まあ視聴率があったにしてもなかったにしてもね、もっと面白くって結構こう変わっていくんですよ。ですね、でその中に名物コーナーというのがどんどん出てきたりするんですよね。なので、まあ、その中の一環というような気持ちで、はい、皆さんも大きな心でですね、タマリラがこれからどういうふうになっていくか、変わってくるかね。もうあと3週したらこれ全くやらなくなるやかもしれないですね。ずっとやってるかもしれない。ずっとやってるかも分かんないですね。でも、まあ、3年ちょっとやらせていただいた中で少し ねこれもパッとひらめいたことを試しにやってみるという実践を私たちはしているというふうに見ていただければ。そうそう、昨日、この前のね、先週の昨日って言いましたね、今昨日のことでね、昨日先週、さっきみたいですね、さっき、はい、目に映るものは全てのメッセージでね、その通り実践しようと。でもね、昨日ですか、大村さんがあのこちらでね、あの講演会をやられたじゃないですか、その時にも、目に映る全てのものがメッセージと思っても、いやでもこれはやめとこうと。そうなんですよ。で、結構大人って理由付けが上手なんですよね。忖度する。そういうことをね、昨日のお話し会で小村さんも言ってましたけど、来たものはやり方も分かんなくてもとりあえずやると。それはだから大きなことじゃなくてもいいんですよね。そう、ちっちゃいことからコツコツと。それ聞いたことありますよね。どこかでコツコツ。はい、もっと寄りましたね。もっと寄りました。それラジオじゃ全然分かんないですね。のりおさんじゃない、きよしさんのりおさんじゃない、名大きくしてコツコツと。そうですよ、コツコツやった結果、あそこまで行きましたから、まで行くわけですから、だから大きなこといきなりやろうとするのは難しいです。で、私もこのね、フリーでボイストレーナーやらせていただく前に渋谷のスクールでレッスンをやってたというのは何回もお話してますけど、そこで、まあ、そのスクールをやめるやめないってなった時に、大村さんが、その今、うつさんの持ってる声でね、うつの器を怖いけど、一回バッと離してごらん。そう今日何なんですか、そのそうそう押してる感じが。押してる感じがね。どうしたんですか。いやいや、もういいです。なんかそうさんに言われてるんですか。いや、言われてないです。洋服のそう洋服の、これそうそうですよね。だから、怪しい、それこそ忖度な感じなんですよ。忖度してます。今日はそうたくさん言ってください。いやそういうことじゃない。いや、そういうことない。でも、ラリーマーは何かとね、言ってるんですよね。今日もつけてますね。ラリーマーじゃない。これラリーマーじゃない。ラリーマーじゃなくて、ラリーマーのお店で買ったやつ。そうです。これがこういろんなことを引き寄せてくれてますけど、で、今回は、その私のその器ということに、ものすごい近い表現をしている曲がまたあるなと。
もちろん皆さんはダリマじゃなくてアルナ、曲があるな。お、何ですかそれは。これはですね、まあ年代的にはちょっと若めの方になるかもしれないですけど、最近ってね、男性女性で同じ曲を歌うっていうカラオケの歌ってなかなかないんですよ。昔で言ったら男性と女性、あ、デュエットってこと。そう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 、うん、昔で言ったら銀座の恋のもの、あ、銀恋ね、あと居酒屋、居酒屋ね、はい、あと3年目の浮気、3年目の浮気ね、本当に知ってるんですかそれ。いや、綺麗な大向かいします。3年目の浮気知ってます。3年目の浮気ぐらい多めに見てよってやつでしょ。開き直るその態度が気に入らないのよ。3年目のなんでこっちに釣られちゃうんですかこれ。暖かいなと思って。暖かいです。女性ですもんね。女性です。女性もね。そこに釣られないで。すぐ釣られるのよ。釣られ気味ですよ、ね。釣られ気味なんです。そうなんです。ちょっと寄っちゃう。その辺のご指導を賜りたいなと思うんですね。でそれはまあいいです。3年目の浮気はいいんですけど、そういう曲って最近ね、あんまりないですよ。3年目の浮気以降ないんですか。いや、そんなことないですけど。なんかあるでしょ、ちょいちょい。何ありますか。あのね、愛が生まれた日、この時に真実は真実入ってる。あ、真実じゃなかった。真実真実入ってるやん。大村真実じゃなかったよ。ないです。我々は小野真実。小野真実です。サッカーです。そう、それとか、あとは、何です。あと、なんか浜崎あゆみさんとつんく♂さんとかですかね。そんなのあんの。ちょっと歌ってたり、まあ、最近だと高田久美さんと鈴木雅之さんで、はい、恵みの人なんかをちょっとカバーしたりとか。みんな背中を連れてきた人。え、そんなデュエットなんこれ。あ、ありますよ。あ、デュエットというか2人で。鈴木さん言うたら、あれ、なんやらかんやらあるんですよ。何もわかんないです。あの、イチローですか。イチローさん、イチローさん、鈴木イチローさん違うんですよ。あの、あれやん、あの、なんかありますよ。ちょっと思い出したらいいですか。いや、もうありますよ。チャップリン、今日はどんな。なんか私のギターに唾を飛ばないから、すっごい行きました。流行ったもんみたいな。ロンリーチャップリン、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 ロンリーチャきたな全然ハモんないですけど私ギター持ってるのに一言も弾かないっていうね。一言一言も弾かないっていうね。いや、それ何なんですか今から。あ、そうそうそう、はい、だから最近はなかなかないんですけど、まあ、ちょっと若めの子たちで男女両方歌えるっていう曲だったら、はい、代表的には、はいはい、綾香小袋。3人ですよ。綾袋、綾袋、綾袋君まろ。どこ行くのそれ。綾小路君まろ、綾小路君まろ。人生40年ですよ。感謝の言葉もありません。言葉もないので言いませんっていうね。素晴らしい、素晴らしい。あの人、赤ちゃんでおしめから始まって、うん、老人になるのでおしめで終わる、うん、今日でこれもおしめだっていうね。あ、もう出たの。いや、俺すごい勉強しましたから、ね、そうなんですね。すごいんですよ本当にね、あの人は私リスペクトしてます。めちゃくちゃ面白いだね。めちゃくちゃ面白いです。40分、50分喋りっぱなしですから。CD 持ってるよ。それはいいんですよ。綾香小袋というユニット名じゃないですけど、綾香と小袋で、3人で歌っている、ワインディングロード。ワインワインじゃないですか。ワインディング。ワインディング。ングなんですかこれ。ワインディング。こうずっと山あいとか行くやつ。ワインディングロード。ワインディングロード。で、その曲があるんですね。そういう曲があるんです。で、その曲のですね、2番。2番2番があるんですよね、曲っていうのは大体。あるよ、そら。2番の頭。握りしめた手のひらじゃ、何にもつかめやしないと。まずそうや、これは物理的にそうや。握りしめた手のひらじゃ、つかめない。ドラえもんが何もつかまれへんの一緒やん。シャララララ、歌おう。知ってます？知らない。最近のドラえもんの曲っていうと、そんなのシャラララに言うてるの。シャラララなんですよ。で、私たちの場合は、あんなこといいな、できたらなですよね。すごく行きまそれじゃないですか。だけど、最近のドラえもんはシャラララな、歌おう歌おう、夢を叶えてドラえもん。それはいいんですけど、握りしめた手のひらじゃ掴めないですよ。掴めないです。グー2つだから。
開いた指の隙間、隙間からいつか手にしたままの夢や憧れの種が、開いた指の隙間から昔思い描いていた夢や憧れの種が全部繰り返す繰り返すことしかできひん、まあ、そうですね、種が、種がどうなったかというと、ボーあ、弾かないといけないですね、なんでギター持ってるの、お前僕にだけ気づいてほしそうに明日へと目を出してるです、目出すんや、目出す、これ手開いたら目出すんや、でこれはいろんな人に見えるわけじゃなくて、うん、僕だけに見える、気づいてほしそうな顔で、ほら開いた方がいいでしょっていう、この閉じてるっていうのはこれ手のひらと言ってますけど、これは皆さんの心の可能性あります、やりたいやりたいと言いながら、でもな、そう、デモナーですよ、デモナーですよ、結構世の中デモナー多いですよね、なんか言ってもデモナー、ブラックマヨネーズのネタみたいですね、こうやったらええやん、でもなもうしゃあないから皮膚科の先生に相談するしかないっていう、ね、そこで終わりですよね、そうそう、そうなんだから、それを怖いけどパッと開いてみると、そうです、手のひらというふうにこれは言ってますけど、多分あなたの気持ちだったり怖さ、その漠然としたね、恐怖を開いて落としてごらんと、人間って怖かったら握ったままにしちゃう、そうですよ、ね、こうなっちゃう、こうなっちゃう、それを開いて見たら、あなただけに気づいてほしそうな目が出てくるよですね、これちょっとだからそういう系ですよね、そういう系ですね、そういう系です、そういう系ですよね、メッセージが込められてますよね、そう思いますね、これもやっぱりね、先週言ったみたいになんとなくメロディーに乗って歌っちゃってますけど、あのこういうあの曲を作るね、彩香さん、小袋さんたちっていうのは、まあある意味ちょっとそういうやっぱり気持ちの中にいるというか、そうでしょうね、だってまあ歌手の人だけじゃないタレントさんとかもそうですけど、あの人たちっていつまで売れてるか、まあ、あとはいつ売れるか分かんないもんね、全く分かんないです、我々もね、我々もね、そうですよ、あの本当にね、この私も2年半前3年ぐらい前ですかね、エスクロー辞めた時に、ね、私が一つ例えば不祥事を起こしたら皆さんやっぱり離れていってしまうでしょうし、はい、ある意味この信頼関係で成り立っている上に、そこに何の保証もないわけですよ、でタレントさんってずっとそういうのを繰り返してきて、こういう歌手の人たちも1曲売れても次また売れなきゃいけない、でそういう重圧がずっとある中で、決してこう楽な楽しいことばかりじゃないと思うんですけど、そういう人たちだからこそこういう言葉って多分自然と出てくるんだと私は思うわけです、じゃあワインディングロードっていうのはいわゆる人生ね、そこの中一本道でずっと行ってるわけですよ、はい、そこで怖いとか、いろんな不安があって握りしめちゃってると、うん、そしたら何も掴まれへんよと、そうですね、そこで思い切って手を開いてみなさいと、はい、そしたら夢とか希望とかがその開いた人には見えてくるよと、言ってますよね、言ってますよ、その通り言ってるんですよ、で、僕にだけ気づいてほしそうに足へと目を出してくるよと、で、逃げ出してた昨日よりもぶつかり合った今日にこぼした涙です、あ、逃げ出しててんや昨日はそうです、分かるね、それね、そうです、まあ、さっきと同じですよね、こう怖いから結局向き合わずに逃げている、うん、結果的に逃げてることを続けちゃってるよと、うん、でもそれよりもぶつかり合って今日にこぼした涙の方が大事だ、うん、大事だと、続きいきましょうか、はい、立ち止まった自分を連れて夢見てたあの日の僕に会いに行こうか、もう合ってますよね、お前さん。ずっと合ってますよ。これかっこええやん。かっこいいですよ、かっこいいね。だからこう怖さもあるけど、どんどんぶつかっていって、で、その昔の過去を別に捨てるとかじゃなくて、その立ち止まってたのも自分ですから、
その過去の自分ごと連れて夢見てたあの日の僕に一緒に会いに行こうですよ、ね、どうですかこれ。いやこれもう旅先で歌うにいやふさわしいですね。ふさわしいよね。これねだからやっぱりこういう気持ちをね、うん、多分自然と持たれてると思うんですよね、うんうんうん、そうだからこういう歌詞がずっと出てくるんだと思うんですよ。だからこのすごい、まあ、すごくまあざっくり言っちゃったらとにかく怖がらずに前に行こうと、うん、それでその怖がった自分ごとあなたなんだからもうとりあえず一緒に行って、やっぱり先週のユーミンさんの小さい頃は神様がいてに似るんですけど、似てる、ね、あの日の僕というのは多分やっぱり小さい頃の純粋に怖さもなく夢見てたあの日の僕のところにもう一回会いに行けば分かるよっていう、一緒ですよね。一緒です。でもあれですよね、大村さんのお話もいろいろ伺ってても結局基本ってものすごい単純じゃないですか。そうです、そうです、そうですよね。あの怖がらずに行けばいいじゃんっていう、ただそれだけのことですよね。言葉にしてしまえば今実践するのは難しいんだけどね。だけどこのアーティストの人はね、あの言葉を変えて曲調を変えていろいろ伝えてくれてるわけですよね。本当にね、これだからワインディングロードっていうのはね、実はあの大村さんがこの曲やってみようって言って私に教えてくれたんですけど、この2番の歌詞はその私がスクール辞めるときに怖い怖いって言ってこう器を大事に抱えてたやつを大村さんが話しちゃった方がいいよって、で実際それよりも大きな器がきっとやってきてることで今私はハワイの暑すぎる太陽を浴びながら、うん、カメラが暑いって警告が出てるんです。私も携帯を今も隠してますから、うん、大村さんも鼻の頭に汗かきながら ね。でもこれも本当にあの時に辞めるっていう私の場合はね、一つの大きな選択をしたことによって海外へ来て歌わせてもらって、しかも神社の前で奉納してましてやタマリラも新企画が立ち上がるっていうね、こういうことなんですよね。ちょっとサビ言ってください。先手を打たれましたね。サビ言ってください。だって高いねんもう、彩香さんやから。これは彩香さんメインですから、うん、私だってキーが高い高いと言われてる私でもですね、これはやっぱ高いんですよ。高いんですか。じゃあ一回ね、まあ、でもねこれね、見えなくなってるもんね、画面が。もう暗いですよね。じゃーん。握りしめた手のひらじゃ何にもつかめやしないと、開いた指の隙間からいつか手にしたままの夢憧れの種が。明日へと目を出してる。ちょっと V で繋いでください。3、はい、逃げ出してた昨日よりもぶつかり合った今日にこぼした涙、立ち止まった自分上がらずに、パッと手を開いていろんなものを勇気持って掴みに行ってくださいという、うん、こういう曲なわけですよ。目出るで、目出るで、見えるで。関西弁だと急に変わりますけど雰囲気が。ということで、はい、今週はこんな感じでまたね素敵な曲がご紹介できるといいと思いますけれども、今週は彩香こぶころのワインディングロードをお伝えいたしました。はい、私は周一と大村修吾でした。それでは見てもらう最初です。あらめっちゃ噛んでるやん。